開封したトウィックストウィックスの内部トウィックスはバタークッキーをカラメルとミルクチョコレートで覆ったチョコバーであるスニッカーズなどを製造するマース社が販売している最初のトウィックスは1967年にイギリスで発売された前期スニッカーズとよく似た作りをしているがやや軽めの食感であるため海外に滞在した日本人によく好まれる 長く日本未発売商品であったが、現在では一部の輸入食料品店、一部の声優店舗、一部のドン・キホーテ店舗で販売している。歌子の原産国はロシアとオランダ。ファミリーパックはやや細長く、チョコレートも薄く加工されている。トウィックスはイギリス、アメリカをはじめとする世界各国で販売されているが、1991年に全世界で 名前が統一されるまで以下の国ではレーダーの名称で販売されていた。2007年付でヨーロッパ向けのすべてのトウィックスはベジタリアン向けではなくなったため菜食主義団体がマース社に対して抗議している。これはマース社が自社製品に動物精錬ネットを用いているためである。ありがとうございます。